ー2トヨタビルは愛知県名古屋市中村区名駅にある超高層ビルである。建設当初は近鉄新名古屋ビルの名称であったが2015年1月よりー2トヨタビルに改称することになった。名古屋駅前のツ2沿いに近鉄グループが建設。1993年3月に竣工したオフィスビルである。近鉄名古屋駅や近鉄パッセなどが入るビルが 近鉄名古屋ビルとなっており、区別するために近鉄新名古屋ビルという名称となった。近鉄グループ経営改善計画に伴う有利子負債削減のため、2003年にグローバルワン不動産投資法人に売却され、近鉄グループ以外の所有物件となったが、名称は従来のまま使用されていた。さらに2014年10月に同社から トヨタグループの党は武道産に売却され、2015年に1月より、名称をサクラ2トヨタビルに変更することになった。トヨタグループの商社、トヨタ通商の系列下にあるシステムインテグレーターの豊か通りシスコムや SAP ジャパンなどの IT 系企業も入居している。愛知県人に優しい街づくりの推進に関する条例で定める整備基準を満たし、 障害者対応エレベーターと車椅子使用者、対応トイレの設置をしているビルに交付される優しさマークを取得しており、障害者が利用しやすいオフィスビルの一つである。名古屋駅、近鉄名古屋駅、名鉄名古屋駅。ありがとうございます。